協力をいただいた陸上自衛隊、海上自衛隊、そして浦和警視庁、久里浜観光協会並びに関係者の皆様に心からの感謝を申し上げまして、私の式辞とさせていただきます。平成30年7月14日、横須賀市長、上地克明、本日はありがとうございました。またアメリカ政府を代表いたしまして、ペリー提督の横須賀上陸と、彼が日本からアメリカや世界にもたらした重要な役割に対して皆様と祝いできますことを大変嬉しく思います。165年前にマシュー・ペリー提督がアメリカ政府を代表して日本に着いたとき、私たち2カ国はお互いのことをほとんど知りませんでした。日本は200年近くの間、他国への扉を閉ざしていましたが、ペリー提督の代行が交易のためにその扉が開かれるきっかけとなりました。その後は、当時からは想像できないほど貿易は拡大しました。現在では日本はアメリカの4番目に大きな貿易相手国であり、日本はアメリカを2番目の貿易相手国と位置づけています。アメリカは日本において2番目に大きな海外投資の国であり、日本はアメリカ国内では3番目に大きな直接海外投資国となっています。そして両国関係は貿易だけにとどまらず、広範囲にわたる協力、安全保障、平和維持、科学、教育、文化の交流に及んでいます。ペリー提督および日米双方の関係者、カンニングマルの乗客、乗組員、そして太平洋をまたぐ双方の次世代のこれまでの多大な努力により、日米関係はさらに強固なものとなってきています。この両国関係の実りはここ横須賀ではっきりと取れます。日米の安全保障は継続してアジア太平洋地域と世界の平和と安定の基礎を築いています。振り返ってみますと、ペリー提督も彼の代行がこれほどのスケールや大きさに変わることを想像していなかったでしょうし、この2カ国の関係が世界で最も重要な関係の一つとなっているということに驚くでしょう。この160年前の出来事によって偉大なる我々2カ国、そしてもちろん世界の人々の生活が有益で恵まれたものになっていることは間違いありません。改めまして、ハガティ大使の代理として、またアメリカ政府を代表いたしまして、このスイシャル提督ペリー上陸記念式典にお招きいただきましたこと、
なくしてはならない日米同盟の火付け役となった仮の式典の